皆さんこんにちは。6月5日に福岡でバレーボールネーションズリーグが行われ、世界ランク4位の男子日本代表が同12位ドイツ代表と対戦しました。今回はバレーボールネーションズリーグ VNL2024 福岡大会について紹介していきます。この福岡大会では男子日本代表がドイツ代表と対戦し、見事に勝利を収めました。その試合はフルセットにもつれ込む大接戦で、結果は3、2で日本が勝利しました。また日本男子は昨年10月にパリ五輪の出場権を獲得しており、今大会は金メダルだった1972年ミュンヘン五輪以来52年ぶりのメダル獲得に向けた前哨戦となりました。まず第1セットでは日本は序盤からリードを広げ、1-0、6とドイツに対して優位に立ちました。しかしドイツも簡単には引き下がらず、4連続得点で追いついてきました。試合はその後もシーソーゲームとなり、終盤には日本が3連続ポイントを許して22-20と苦しい展開に。しかし高橋藍選手のスパイクで連続得点を挙げ、最後は石川祐希選手のバックアタックが決まり、25-22で第1セットをものにしました。続いて第2セットの話では、ここでも互いに譲らない展開が続きました。西田有志選手のスパイクで得点を重ねた日本は14-13から高橋藍選手が体を投げ出す好レシーブでつなぎ、石川祐希選手が強烈なスパイクを決めて会場を沸かせました。しかしドイツも譲らず、22-24とセットポイントを握られると、最後は高橋藍選手のスパイクが決まらず、このセットを失いました。そして第3セットは序盤からドイツが優勢に進めましたが、日本は8-10から3連続ポイントで逆転。西田有志選手が終盤に強烈なスパイクを決めるなど、このセットで7得点を挙げる活躍を見せました。しかし25-25と互いに譲らない展開が続き、西田有志選手のレシーブミスをドイツに決められ、最後はブラント選手のスパイクを防げず25-27で連取されました。その後日本は第4セットのスタメンに山内選手を起用。巧みなサーブに苦戦しながらも粘り強く戦い、最後は石川祐希選手のブロックで25-23とし、フルセットにもつれ込む激闘となりました。観客はその度に大きな声援を送り、会場は熱気に包まれたといいます。最終セットも一進一退の展開が続き、日本が8-6とリードして折り返すと、西田有志選手のブロックアウトや石川祐希選手の角度あるスパイクでリードを広げ、12-7の場面では石川祐希選手がサービスエースを決めるなど躍動。最後は山内選手のサーブが決まり、日本が苦戦しながらも2連勝を達成しました。そんな試合後のフラッシュインタビューで西田有志選手は、ドイツも全員がすごいバレーをしてきたので、その中でこうやって勝ち切れたことはチームとしていい経験になったと思います。オポジットなので決めるだけだと、そのシンプルな考えで仕事を全うできたことは良かったです。こういう展開にならないように全員で練習しながら、またこういうメンタリティを全員で作りながら次の試合に臨みたいなと思いますと、激闘について振り返りつつ今後の試合に向けた意気込みを語りました。またフルセットにもつれ込む接戦だったことについては、皆さんハラハラしたと思いますけど僕たちもハラハラしましたと本音を漏らすと、会場は爆笑に包まれ、続けてでも勝ちましたからと絶叫し、これからまたタフな試合になる、皆さんの応援が重要になるので引き続き応援よろしくお願いしますと呼びかけ、拍手が起こったといいます。またキャプテンの石川祐希選手も試合後のフラッシュインタビューでコメントを残しており、サーブが良かったですし他の選手も良いプレーを5セット目に出してきたと思うと、最終セットでの活躍を振り返りつつも、もっと早い段階で詰めなければいけなかったと反省を口にしました。日本は第1セットを先取したものの、第2、第3セットを連取される苦しい展開を強いられ、第4セットも終盤まで競り合う、しびれるような展開となりました。この結果を踏まえて石川祐希選手は、しっかりチームで勝ち切れたことを評価しながらも、本来なら負けの内容だったのでそこはシビアに考えていかなければいけないと思う、
と自チームに厳しい目を向けました。それでもすでに五輪出場権を獲得している難敵を相手に厳しい試合をものにした事実は大きいと感じているそうで、日本では残り2試合ですけど、もっといいプレーを見せたいですし、勝つ姿をたくさんの人に見ていただきたいですと福岡大会での全勝フィニッシュを誓いました。また試合後に対戦相手側のドイツ監督は、日本は素晴らしいチームで、あれだけ気持ちを込めてプレーすれば勝てるのは当然だ、最後のセットは完全に日本があふれるパワーを発揮した、惜しくも敗れたが選手たちは全力を尽くしてくれたと日本への称賛コメントをしており、ドイツメディアも今回の日本の活躍について、期待の若手が台頭してきた日本は強豪国の階級に確実に上がってきた、今大会でもトップ国を撃破し存在感を示しているなどと報じていました。またドイツファンからも日本チームへの称賛の声が上がっており、あれだけの激しいラリーを最後までこなせるのは本当にすごい、日本のサーブレシーブ力は世界最高レベルだと思う、スパイクの技術力はもちろんだが、チーム力と精神力が光った試合だった、個人的にはもうパリ五輪で金メダルを取ってほしいなどのコメントがありました。また福岡大会では日本男子は7日にポーランド、8日にスロベニアと対戦します。18日からフィリピン・マニラで開催される予選ラウンド第3週を経て、8チームが27日からポーランドで開催されるノックアウト方式のファイナルラウンドに進出する予定です。そんな今後の期待の高まる日本代表は、昨年の VNL で銅メダルを獲得し、主要世界大会で46年ぶりに表彰台に立ちました。今年はブラジルで行われた予選ラウンド第1週で3勝1敗の成績を収め、全ての予選ラウンド終了後24日付の世界ランキングをもとにパリ五輪の組み合わせが決まるため、52年ぶりのメダル獲得に向けても重要な大会となっています。そして今回の福岡大会から参戦した主将の石川祐希選手と高橋藍選手は共に14得点を挙げ、西田有志選手と3人揃ってチーム最多得点をマークしました。連日会場外には試合開始の数時間前から多くのファンが詰めかけ、到着した日本の選手に黄色い声援が飛んでいたこともチームにとって大きな励みとなっているといいます。福岡大会の残りの試合での選手の活躍にも注目ですね。最後までご視聴していただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。